皆さんこんにちは、めめぐです。今日はアメイ族ウチアミ族舞曲をレクチャーしたいと思います。全曲は3部に分かれてます。1部、2部、3部。一部はとても、リズミカルでこうステップ踏むような感じで演奏してほしいです。1拍2拍とかもあるんですけども、裏には8音符ぜひ感じながら弾くのがコツですよ。じゃあまず早読みのコツを皆さんと復習したいと思います。ラーコン、右からスタートすることをまずやります。内弦、押し読みから そうすると最後の音は、ピチカートで終わりたいと思います。まずピチカートの左手で、ね、このミが人差し指だったので、で同時に内弦の開放弦の音を弓の毛で弾くんですね。こういうふうに練習してみてください。